ホットロイト。この町で元気に暮らしている少年オリバーは、ある日突然大切な人とお別れをすることになり、その代わりに涙の妖精しずくと出会いました。しずくはなんと二の国というもう一つの世界からやってきたというのです。二の国とは一体どんなところなのでしょうか。しずくの話では、二の国は悪い魔導士によって大変な危機にさらされているということでした。しずくはオリバーに世界を救ってほしいと頼みました。そんなこといきなり言われても僕には無理だよ。オリバーは困ってしまいます。ところがしずくの話をよく聞くと、オリバーにとって大事な大事な旅の目的があることが分かったのです。こうしてオリバーはしずくと一緒にもう一つの世界、二の国に旅立つことになりました。さて、二人がやってきたのはホットロイトの広場。ここである魔法を使うと二の国に行けるらしいのですが、Thank you.
行くで、オルバ。あ、うん。まずは魔法の杖なら、アホやらず。これやったら素人はあかんわ。それは一時的なもんやろ。その棒で引き出せる魔法力には限界がある。ゲートは使えたけど、他の上位魔法はその杖では無理。ちょっと考えたらわかるやろ。そうなんだ。この森の南にゴロネール王国っていう国がある。その国やったら運が良かったら一つくらいどっかに残ってる可能性はある。魔法の杖ってそんなに貴重なものなの？いやー、昔は行さんあったんやけどな。闇の魔導士ジャボーが現れてから魔法自体撲滅されてた。ジャボーは魔法を使うことを禁じて、使った者には呪いをかける。みんなジャボーを恐れて魔法を捨ててもらう。ジャボーはそんなに怖いの？俺かて人形にされとったやろ。奴の魔法力は絶対的や。それに人形に変えられたり呪いをかけられるくらいやったらまだ。下手したら心の一部を奪われて抜け殻人にされてしまう。抜け殻人？心を奪われて抜け殻人になったら悲惨やで。生きとんのか死んどんのか分からん状態で雑草のように生きる。あらになったらおしまいやで。だからみんなジャボを抑えるんだね。そんなの許せないよ。許せないっちゅうてもやどうにもならんのよ。俺らだけの力やったらな。だからお前はここに来たい。お前やったらジャボを倒せるかもしれない。僕がジャボを？ああ、お前は透き通った心の持ち主。透き通った心は闇の魔法を打ち消すっちゅう言い伝えがある。せやからお前にはジャボを倒せる本格的な魔法を学んでもらう。ええな？うん、やるよ。魔法を学ぶ。そのためにはまずは魔法の杖が必要ってわけ。それじゃあ目指すはゴロネール王国だね。そういうことで、この森を抜けたら滝の街道がある。そこを抜けて平原に降りるんや。そこから平原を歩いてゴロネール王国へ向かうで。うん、行こう。